こんにちは。夜ちょっとね、荒川どけ出てきました。今日はね、新しいジンバルカメラ買いましたんで、ちょっと感想を述べたいと思います。月曜日にね、今週月曜日に買って今3日目なんですけども、大体の操作はできるようになりましたけどね。もう以前にね、DJI ポケット2使ってたんで、今回はね、買ったの、入手したのは DJI ポケット3、 DJI オズモポケット3っていうのかな。ちょっとね、性能が良くなってね、値段もちょっとね、あったんですけど、ちょっと迷ったんですけども、秋葉ヨドバシカメラ行ってね、見てたら衝動買いしちゃいました。7万ぐらいかな。それでね、このセットはね、単体のもんとコンボセットっていうのがあるんですけど、今回はね、単体を買いました。コンボセットはね、なんかオプションがね、付属品がね、ちょっと単体よりも何点かついてて、まあ、お得感があるような感じだったんだけど、2万ぐらいしてね、9万いくらでね、10万はしないんですけどね、税込みで。そのなんで単体のものをコンボセットじゃないやつを買ったかっていうとね、まあちょっとね、思うとこあってね、値段の問題ももちろんあるんですけど、その高いものをと思ってね、10万近くしたらね、ちょっと高いなと。7万でも高いんですけどね。で、一つ一つちょっと説明していきたいと思います。今ね、あの DJI ポケット3、 DJI オズモポケット3っていうかな、これで撮影しながら、歩きながら説明してますけども、コンポセットのね、付属品の1個目ね、広角レンズっていうのがあるんですよ。なんか画角が広がるみたいなやつね、場所にとつけてカメラにね。これはね、僕には必要ないかなと思ったんですけどね、前もポケット2の時も買いましたけど、なくしちゃったんですよ。外配信がほとんどなんでね。で、今回は磁石が強くなってるみたいなんですけど、まあ基本的に自撮りとかする人はね、必要なかもしれないですけど、こういった外配信だけでやってる場合にはね、あまり必要ないかなというふうに感じました。で、もう2つ目ね、バッテリーハンドルっていうのがあるんですけど、この既存のバッテリーに付属してね、追加できるバッテリーの棒がね、それつけると30センチぐらいの長さになるんですけどね、 DJI ポケット3の本体がね、30センチ長いなと思ったんですけど、まあそれはそれとして、バッテリーは、まあ、必要ないかなって感じましたね。僕はあの結構外配信よくやってるんですけど、スマホとかね、 DJI ポケット2とかでやってたんですけど、基本的にモバイルバッテリーいっぱい持ってるんで、だいたい配信者は持ってますよね。僕今持ってるモバイルバッテリーはね、まあ、小さいもんだと1万ミリアンペアのバッテリーが3個かな、3個持ってますね、1万ミリで。2万ミリアンペアのバッテリーが2本ね、2個持ってます。車でね、1日出かけてったりなんかして、ずっとドライブ配信してるとね、スマホ1台でも2万ぐらい取っちゃうんで、まあ予備にもう1本2万ミリを2本持ってやってます。まああの1万ミリアンペアの小さいやつが、コンパクトなやつがあってね、最近買ったんですけど、それ優秀でね、高速充電もできて、もしこのねポケット3の充電が足らなくなったら、
いつもそれは持ち歩いてますんでね、まあ、さすがに2万ミリアンペア持ち歩いてないんだけど、2万ミリは車に車載でね使ってるのもいいんですけど、1万ミリアは3本のうち1本は必ず持ってます。それで高速充電も対応してるバッテリーなんで、それで済んじゃうかなと。でね、そのもともと付属のバッテリーハンドってね、なんか少ないみたいですね。1回分しか充電できないみたい。どのくらいなんだろうね。まあ基本的には必要ないかなって感じてます。あと付属品の3つ目ですかね、マイクですね。無線マイクっていうかね、襟元につけてこう話すマイクですよね。ワイヤレスマイクね。あの DJI のやつが付属してるんですけど、まあ性能はいいみたいな感じなんですけど、もうこれも必要ないかなっていう。でマイクはね、その3つぐらいも持ってるかな、いろんなのね。ドラムマイクもあの実際昨日かなんか試したら使えるしね、使う気だったらそれで十分かなと思ってます。今はね、ちなみにね、これ本体のマイクを使ってるんですけど、全然問題ないんじゃないかな。あと僕動画撮るときに基本的に声を入れない方が多いかな。今こう入れてますけどね、声を入れないで後であのナレーション入れてね、編集の時に対応するか、または BGM だけでまあ編集を終えちゃうっていうのも結構多いと思うんですよ。まあそのワイヤレスマイクはまあライブ配信とかには必要かなとは思うんですけど、場合によってはね、風切りとかね、外部のノイズをカットするとか。ただね、この DJI ポケット3、まあ2もそうでしたけど、なんか YouTube ライブがなんかできにくいんですよ。いろいろ制約があって。まあ基本的にはできないと思った方がいいのかな。一応アナウンスというか、そのね、誘導はあるんですけどね。カタログとかそのメニューはね。そのライブとかスペースというと、YouTube とか Facebook とかいろいろライブができるようになってるんですが、Facebook はね、なんかこの結構ね高画質で撮れる機材なんですけども、それをできなくてかなり画質が落ちたやつでライブしかできないっていうんで、これだったらスマホで十分じゃないかなということで、片手落ちですよね。マイクも基本的にはいらない。あとミニ三脚ついてるんですけど、このミニ三脚は、まあ、ポケット2の時は、本当の華奢なミニ三脚でね、あんまり良くないんですけども、普通のミニ三脚です。そんなにいいもんじゃないですね。この三脚、必要なんですけど、だいたい、Amazon で買えば、単体で買えば、1000円もしないで買えるんでね。僕も今でも持ってますけど、何本か。三脚いっぱい持ってます。ネジ穴は一緒なんで、全然コンポセットの付属としては必要ないと。あとはね、キャリーケースもつくんですよね、コンポセットに。でキャリーケースはね、まあバッグなんですけどね、僕はあの他のまあ配信者の方はみんなそうでしょうけど、いろんな機材持ってますよね。別にね、そのポケット3用のそのバッグっていうのは必要ないかなと。まあ僕はあのだいたい普通はね、一つのユニクロの1500円のバッグ、あれにみんなぶっこんで、さっき言ったね、一応今入れてるのは、スマホのジンバルですね。ちょっとミニシンバル360のフォローとかってやつね、結構人気もんですけど、そのジンバルを折りたたんで入れてます。それと
自撮り棒の延長棒ね、ちょっと伸縮4段式ぐらいのやつ結構伸びるんですけど、延長棒をそれして1本入れて、あとはさっき言った1万ミリアンペアのモバイル電池1個と、あと USB ケーブル、長いやつと短いやつ、これ入れて、で今回のポケット3も入れて、大体ピタッと入っちゃうんですよ。あれ結構便利でね。あと財布も折りたたみの財布ですけどね、あ、長財布、ごめんなさい、折りたたみじゃなくて長財布をそのまま入れて、まあ余裕ですね。1500円のバッグで、防水性っていうか撥水性もあってね、もし古くなったらね、1500円、あのユニクロのバッグはねいいですね、今までのバッグだけど。あとはあの外配信の遠征するときはね、車とかもう一個バッグでっかいの、そう、革のバッグを持ってて、これはねちょっと前は持ち歩いてたんですけど、ちょっとかさばるんで今ほとんど使ってないんですけど、土日の休みときは車で遠征するときにはね、そっちのバッグにもいろいろ、さっき言ったモバイル電池のね2万ミリアンペア2本とかね、あと三脚も、ちょっと入れたり、あと自撮り棒ね、別のやつね、スマホとポケット3が一緒にこうタイアップできて、ちょっと延長できるようなノットがね、そういうのも入ってますけど、いろんなものを入れて、あとはあのモニター用のスマホとかねもうバッグ入れて、そのまま車に持ち込んで、で車セッティングしてという使い方でやっています。まあそういうことでね、さっき言ったこの付属のね、コンポセットの付属の5個ですかね、広角レンズとミラーナー、バッテリーハンドル、これもいらない、マイクもいらない、ミニ三脚もいらない、キャリーケースもいらないということで、いくつですか、1,2,3,4,5 点ですね、全部いらないっていうことですね。もちろんね、あのマイクはね、まあまだ市販されてないけど、個別には出てくると思うんですけど、値段によっては欲しいかなっていう気はしますけど、ただねライブ配信ポケット3できないんで、基本的にねスマホなんで、スマホ用のまあマイクだよねの方がいいかな。だから DJI のそのマイクがね、スマホにも使えるっていうことであれば、まあそれはそれとしての価値はあるかなと思うんだけど、まあ、その場合はね他にもいろいろあるんで、他のメーカーのやつもね、いろいろ比べてあったやつを選べばいいかなと、値段とそれから性能ね。まあ一番ライブでやっていてね、マイクで欲しいと思うのは、今スマホでライブ配信してますけど、 YouTube ね、風切り音ですよね。でモフモフつけただけだと結構ダメなんで、ノイズカットとかいろいろなね、そういうものを持ってないと、ちゃんとその外配信の声が入らない。まあ基本的にスマホに近づけて話してれば、そのノイズはあっても声は通りますよね。で話すことってあんまりないよね。あと自撮りもしないから、まあ自撮りの時どうなのかな、自撮りも近いよね、そんなに。自撮り棒でなこう伸ばしたとしたって、口からねスマホまでの距離って、30センチとか1メーターとかの問題だから、問題ないかなって僕は思いますけど、いうことです。まあ今日はねちょっと3日目ということで、初めて動画出します。本当はね浅草で撮った、まあ、動画のその材料があるんですけど、今それ編集しようと思ったんですけど、その前にちょっとね
どうなのかなと思って、でこう暗いからね、これ今普通のモードでやってるんですけど、なんか別のね暗い時のね暗証モードみたいのがあるんですよ。今折り返しますね。暗証モードで、暗証モードちょっと設定してみましょうか。これ切り替えないとできないのか。切り替えないとできないみたいですね。暗証モードに切り替え。ちょっと切り替えてみますね。一回閉じて、この状態。これが暗証モードですね。暗い時で撮るモードの。あんま変わんないかな。今肉眼で見るとね、かなり暗いです。まあ年のせいもあってね、ちょっと視力も弱ってるのもありますけどね。DJI オズモポケット3使ってみて3日目の、ちょっとコンポセットのね、買わなかった理由をお話ししました。さっき言ったそのマイクとかね、性能によっては単体で出たらちょっと吟味しようかと思ってますし、あとレンズとかもね、広角レンズなんかもね、自撮りとかする方は必要なのかなとは思いますんで、個々のそのいるいらないはこの使い方の問題でね、変わるかと思うんですけど、僕は基本的にいらないということです。これ普通のに戻しますね。今低照モード録画っていうかな、これで普通のモードになりました。以上ちょっとね感想を述べさせてもらいましたけど、まあ基本的に DJI ポケット3は素晴らしいカメラだと思います。ジンバルはついててね、まあポケット2でもいいんですけど、かなり性能は良くなってんじゃないかな。カメラ性能はもちろんいいとして、いろんな使い勝手も、画面がね結構でかくなってて使いやすくなってますね。まあこれからちょっと慣れてくって、まだちょっとね3日目なんでね、いろんな機能分かってないんで、また分かるようになったらこういった機材の感想も述べたいと思ってますよ。それではこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ではまたねー。